Wednesday 7 p.m. Motera Time 202325日モテラの時間始まります。モテラのクッキーです。アッキーです。寒いな今日は。ね、今日は大寒波の日でしたね。ほんまほんま、もうどうしようかな思って、今日ラジオ来れるかな思ったけどなあ、まあまあ雪降っても歩いて来れるからな、うん、来れる来れる、うん、もうほんまいろんな地域困ってたで、うん、困ってるやろね。そう、もう近くで言うたら高槻からもうずっと北川全部雪で、うん、京都の方、そう JR 止まって、今日会社なんか閑散としてたで、来れへんって言って。あ、そうか、うん、もうほとんど来らへんだんや、うん、そうや、暴れ回れるからそうそう、なんでや怒る人も来へんやろほんまや、用事が休み。そう、もう JR の中でね、閉じ込められた言うて。そう、だからかな、御堂筋もちょっとなんか空いてた気がするね。空いてた、うん、空いてた。今日なんか市内全部空いてた、うん、人半分来てないねんな。そうか、だからよ、ほんまにこう大阪市内の人がいないってことが分かったね、うん、あんまりいないな、働きに来てない。そうそうや、みんなどっから来てんねん。といえもう滋賀、京都、和歌山、奈良もな、奈良も止まってるしな。そう、でも近鉄すごいな、うん、近鉄は遅延なしで動いてんて、うん、あの凍結防止をレーンのところどころに引いてたから、うんうんうん、もうレーカーだったら、うん、ちゃんとレールを温めてたらしいで、近鉄さん。さすが近鉄、そんな力あってんよ。近鉄はもう普通に来たかった。近鉄買って言ったら、まあ生駒とか奈良もあるけど、うん、ほら吉野とか柏とかあっちの方も、うん、三重の方も通ってるからね。そうやん、あれ動いてんの。動いてる動いてる。近鉄さん、そうそう、近鉄阪急強いねんな。強いな。だって私鉄は止まってないとか言ってたやん。そう、私鉄は全部動いてんねん。何回も、うん、全部動いてた。 JR か、JR わけわからへんな。いやだから昨日もなんかその同じ職場の人が、うん、あの知り合いが何回から来てはん、何回線から乗ってね。ああ、うん、俺は明日怒られへんか、なんかどうやって来ようとか悩んではって、うん、ああ、うん、動いてるやんと思って。そうそう、動いてる動いてる。JR だけ。JR なあ。でその駅に行く路線バスを乗って会社に来る人も、うんうんうん、路線バスが運休してるから来られへんって言って。そうか。うん、なかなかみんな偉い遠くから来てはるのね。遠くから来てもう片道1時間とかね。私らのね、あの要はあのツイッターに、うんうんうん、あのコメントくれる鉄道さんも、うんうん、なあ、ね、職場まで遠い言うてたもんね。あ、そうやな、なあ、もう大変やな。鉄道さんとこも雪積もりすぎて、うんうん、鉄道見えんようになってんのじゃ。あ、そうかそうか。鉄道さんの鉄道がもうでも珍しいから写真撮ってんじゃん。そうやな。なかなか雪に積もった景色っていいもんな。うん、いい、綺麗。もうな、汚いものが全部隠れるから。じゃあ実家の高槻やったらこう、うん、お父さんとか困ってはるんじゃん、うん。何も困らへん。水道とか凍結してないの。してないねんて。あのなんかほら凍結防止のあれつけたんで、ね、センサーを家に。おらんで。抜かりないな。金持ちやからな。すっげえ。私なんか昔ほら小学校の時奈良やったけど、うん、絶対冬凍ってたからな、朝は。あ、そうか、水道出えへんねんな。朝は凍ってた。で、お湯なんかないから、うん、全部水やん。あ、まあ。水が普通やってんけど。そうや、そうや。ほんでもう、お湯、やかんで沸かして、うん、で、こう、溶かす。作業から始まってて。
分かる。まず歯を磨くには。そうか、溶かさなあかんね。すごいなあ、もう文明の利器やな。でもあのうちのあの何だっけ、近くの三ツ矢から来てる人のマンションが25日は凍結するからって階段で水道に布を巻いてご準備くださいって回っててんて。マンションで、マンションで、マンションのなんかベランダのとこについてる水道かな、うんうんうん、あ外な、うん、そうやって、まあ、だから うちにも巻きって言われてんや、なんかタオルを タオル巻くってどうやって巻くんって言ってて知ってる、うん、まあ、してんねんやっぱり夜間で沸かして水道とかしてる文化タオルを水道のなんか蛇口のとこに巻くんやろ、あ、それが昔やったらほら、うん、よう公園とかにわらみたいな巻きつけてはったやん、あった、あった公園のな、なんか ああいうなんが、あーいいねや、大変やな、でもそんな1年に1回でもこんなんあったら困るわ、そうや、車もな、怖いよな、凍結してるとこ走ってたら、そうやね、だから配達とかさ、やめられ、休みって言われへん、私が商売してたら、お客さんが待ってるからな、だからなんかもし凍っててもやっぱりゆっくり行くし、うん、そしたらやっぱり怪我したらいいな、事故ったら怖いし なあ、でもおかげさんで市内どこも凍ってへん残念ながら、そうそうそうでもなんかちょっとなんか、うん、あの家の前ちょっと、うん、氷張ってた、水のところが、あそうで、久しぶりさんになんかその光景見て、うん、嬉しかったんじゃん、氷わかるよーと思ってテンション上がるよな、昔なんか学校行く時にな、うん、水たまり氷張ってたらさ壊してたやん、そうなんかで そんな遊んでたから傘とか持ってたら絶好のチャンスやんそうそうそう、自分が一番に割りたいね、そうやね、割りたいね雪なんか積もろうもんならさ絶対そこに足跡つけてさ、つけるもう霜焼けになっても雪歩くよな、雪の上やな、子供の時やってたわ、まあ、やなあ、もう北海道なんかすごいことになってるやろな、北海道ね、丸太郎さんね、どうしてはんやろね、なあ丸太郎さん今日歯医者かな、あ前も歯医者やったもんな、歯医者も何回か続くからな、1回行ったら、そうやね、また来週来てください、来週来てくださいって、もう 4,5 回な行かなあかんやろな、治療1回でしてほしいねんけどな、そうや、なかなか歯医者はな、うん、うまいことね、稼ぎよるなあ、うん、もうほんま今日は寒かった、寒かったねなあ、私もう暖房つけたわ、家つけてへんかった、今まで、うん、今まであのあれ我慢してた、こたつだけやってんけど、えそうな、こたつと反転でいけてて、今まで部屋温めれへんかった、うんうん、すっげーエコな人やなやもうほんま国が挙げて喜ぶわこんだけみんな節電せなあかん言うてんのにな、うん、なんかあんまり全然やるな、電気代はかからへんねんけど、ほんま、さすがに昨日寒って、うん、夜もう顔が寒かってんや、冷たいやろ、うん、そりゃいるわ、うん、だからちょっとつけたけど、それちょっと我慢強いな、どこまででもせやせや、うん、クーラーっていうのがちょっと、うん、エアコンな変えたからさ、うん、ええのつけてるやん、まあ、そんなにな、うん、電気代もない、暖房つけさせてもらいました、うん、ほんで、うん、暖房押したらさ、うん、やっぱり夏に使った後やったから冷房になってて、あかんや、余計冷えるやん冷房やったあかん、つけてや、もうほんま初めて暖房押したわ、あったかいやろ、あったかいな、ほんま今のエアコンは電気代食わへんらしいで、あほんまに、あの家電芸人が言ってたけど、うん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 、あの電気ストーブが一番食うねんって、あそうなん、うん、あれがすっげえ電気代食うねんけど、うちの息子アホやから電気カーペットに電気ストーブにエアコンつけとんね、うん、30個やでうち電気代見せたりたいわ、びっくりするで四六時中家おるしな、全部な、電化製品を試したんやろ、あそう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 、やっぱ息子やな、ほんまに電気屋の電気屋の息子、言うことって家電職人で、家電職人はもう寒いままもうね、全然何もせずやん、反転来たへんね、反転もけえへんな、なんかあったかいカーデガンみたいな羽織ったはるな、家電芸人はいつも、あフリースとかかな、フリースで、まあ、フリース、うん、せや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 、もうまクッキーのとこなんか時代がもう昭和40年代ぐらいに遡った感じやもんな、家の中お邪魔しますって入ったらやな、もう一つな今店、うん、米屋の店なんて、うん、言うたらあの下がなもう石っていうのコンクリやね、コンクリやから、うん、冷えんのよ、それ下から地面から冷えんねん、そうやで、うん、もう暖房なんか効かへんからの、うん、灯油ストーブ置いてんねんけどな、冬は灯油ストーブがもう今日は効かへんだ、だって底冷えするやろ、うん、コンクリやもん、そう全然温度上がらへんな、もう今日だって会社でも寒かったもん、エアコンついててもあだから
ばいな。そうやん、高齢のな、死ぬ人多いんちゃう。え、米屋で死んでたら笑うで。ほんま、みんな暖取ったと思った一酸化炭素中毒とかなんかだって。もう、あの火鉢とかないの？なんかあるあるある、使ってないけどあるわ。あ、あんなんとか一緒に炊いたらどうなんのやろ、あかんのかな。火鉢なんかもうあの周りだけやん。そうか、あのよう遠山の金さんとか出てくるあの人が、マサブロがやっとったやつやろ。そう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 、あんなんてどうなんやろ、ぬくいんかな。あそこだけやん、あそこだけ手やったら、あそこだけやから。手か、部屋全体はそれはまあ人がおったらぬくもるんやろけどさ。いやいや、そうか、あれじゃない、あんならあれか。だからほんま江戸時代ってさ、うん、みんな我慢強かってんな。昔の人我慢強い、怪我してもなんか布巻いて血止めたりとかして。今の子みたいにもマキロン振って、もなんかもうな、水濡れても大丈夫なバンドエイド貼ったりとかせえへんもんな。なかったやろな。なかったからな。旅かって薄い旅やろ、冬用のないやん。ないないない。だからようあんなんで板の間の家で生活してたなって思う。そうや、うん、ほんまだって昔の台所ってクッキーの米屋みたいな感じやん。コンクリートの上にかまどがあって。なあ、冷えるで、あれ冷えるなあ、うん、すげえな、時代が逆行してる店で働いて。だから家帰ってもエアコンいらんねや、体がもう反転来ただけでホッとするから。そうやね、もう秋にもうて反転がな、上等やからさ、あったかいのよ。ありがとうありがとう。一個も金とな、嫁り道具持ってきてクッキーの息子着るかあいた、赤いねんけど言ったら着てんねんな今も。そうそうそう、ほんまに夏も着てくれてるし、あの子、あの子ええ子や。裸に反転っていう、そうそう、よう分からんけど兄弟揃ってあれやもんな、反転着て。全員や、反転着てるやん。そうか、旦那も自分 の前反転全員持ってんねん、反転は、うん、ほんならあれ夏場どうしてんの。夏場だからあのどっか洗ってしまってるけど、あパンと直してんねんや、うんうんうん、あれ場所取るやろ。取るでなあ、取る取る取る、洋服ハンダハンガーのとこにかけて。そうやんな、うんうん、あれうち衣装ケース15年以上も一人で独占しとったわ、反転が。そらの厚みはうわ、いるなぁ。やつやもん、回った入ってるもん。いやいやいや、ほんでもうなんか来てくれたから、もう開いた開いた開いた、もうああいうことしてよかったです。ウィンウィンやな、ほんなら。じゃあまたあの今日もね、うん、いっぱいテーマ来てるから、うん、心温まるものね、また読みましょうか。読む読む。じゃあ CM の後、はい、コメント読みます。はい。の今田美桜です。高杉真宙です。初めての献血いかがでした？初めは不安だったけどスムーズに献血ができてよかったです。おしゃれなカフェみたいでゆっくりできるし、また行こうかなって。これからもご協力よろしくお願いします。日本赤十字社。夏子です。ゆかです。夏子とゆかの明日が3倍楽しくなる主婦の小話。主婦の日常、家事に子育て、おつめの話、毎日お忙し、 YouTube で生配信もやってます。夏子とゆかで検索。夏子とゆかで検索。夏子とゆかで検索。大事なことなので3回言ったみたいです。夏子とゆかの明日が3倍楽しくなる主婦の小話は毎週木曜日夜9時から1時間 FM 姫で放送中。四季の四季折々は毎月第1、第3水曜夜7時から FM 姫で放送中。一般人フージーの昨日は一人でした。毎週水曜夜11時から FM 姫で放送中。
FM 姫っていうラジオ放送局知ってる？え、そんな放送局あんの？お笑いコンビやピン芸人、劇団員にシンガーソングライター、競馬予想士、サッカー好き、サイキックリーディングから一般人、障害福祉情報などバラエティ豊かなパーソナリティが集まる放送局なんやで。え、そんな放送局どこにあんの？淀川区の東三国にあんねん。頭57分間喋らしたるからおいで。あ、私も水曜日の7時からモテるの時間っていう番組やってんねん。いやー、飽きしてたんかいな。FM 姫は淀川区東三国から 77.2MHz で放送中。スマートフォンやタブレットからも聞けるよ。詳しくは FM 姫で検索してね。よろしく。毎月第2第4水曜モテラの時間聞いてや。あんた、一般人フージーの昨日は一人でしたっていうラジオ番組知ってる？そんな番組あんの？いちごワンフレーズや他の番組からタイトルパクったちょっと聞いてのコーナーなど、いろんな情報が詰まった番組なんやで。そんな番組いつやってんの？毎週水曜日夜11時からやってんねん。あんたも眠たい目こすりながら聞いてみ。あ、それ毎回全部聞いてるわ。いやー、あんた知ってたんかいな。だんだん楽しくなってきたことってありますか？はい、今日の、テーマはだんだん興味がなくなってきたことありますかです。あるある、みんなある。今ね、これからマスクもね、マスク生活も自主的に続けていくから、化粧をしたくないとかね、ある。ゲームももろうかで目がしんどいのでできないですとか、まあいろいろね、ある変わってきたこと、年とともにとか年代とともに、ある。うん、もういっぱい興味なくなってきた。その前に今、はい、タイムリーなツイートが来ました。ただいま帰宅しましたって。あ、丸太郎さん、そう、ピンポン、よう分かったあ、おかえりなさい。おかえり、おかえり。今日は雪降らなかったけど、朝がマイナス22度、日中もマイナス10度以下のままで、今ストーブに当たりながら凍った体を溶かしてます。やって、うわぁ、もうカチンコチンや。マイナス22度の世界ってどんなやろな。なあ、なあ、なあ、女も手袋とかもう外されへんやん。そうや、もうなあ。でも丸太郎さん、だって外の作業とかあるでしょ。うあると思う。どうしてはんねやろな。なあ、でもよう帰れたな、マイナス10度で家に、うんうんうん、すごいな。やっぱりでも強いね、強い、強い、こういう北国の人って。強いわなあ。私らだってこんなん、こんなまだここまでいかへんけどさ、って言うてな、うん、マイナス2度で泣きそうやったもんな、朝寒すぎて。あ、そうですか。マイナス22度ってすごいな。だって今日もあの中国、うん、チャイナの中国で、うん、チャイナの中国、うん、知ってる？チャイナやろ中国地方と間違ったかんで、うん、あのマイナス50度のところがあって、うん、死ぬやん。ほんでその女の人がな、うんうん、あのスコップ、うん、外でスコップの上に目玉、あの卵を割ってん。ほんだからもう瞬時に凍ってた、うん。うわー、ようそんな事件したな、うん。しかもその人な、普通に手袋外して、うん、あの割ってんにゃ、手痛いやん。手痛い、そうそう、そっちの方怖いねんけど、思って。せやで、なあ、恐ろしいわ、なあ、思って。ほんまや、今日こんねんね。なあ、洗濯物外干してたらパリパリじゃなかった？そんなことない？今日干してないもん。あ、干してないか。絶対寒いし。そう、めっちゃ寒い。うち今日洗濯当番の人が干して、うん、ちょっと息子のだけ2枚しかないから、うん、家入れとこう思ったらパリパリなってて。ほんま、うん、凍ってたんや。凍ってたいや、もう絶対乾かへんで、今なんて。もう無理無理、もうタオルもみんなパリパリなってた。もうどうせ家でさ、あの、うん、暖房つけて跳ねたら、もう家乾かしてたんやね。そうや、そうや、ちょっとでもな風に当てたり。わかるわかる、世代 な外で干したなんね。そうやまあでもね、こんなんで皆さんの、ね、コメント読んでいきたいと思います。丸太郎さんも解けたかな、ね、うん、そしたらまず下から淀川十三さんからです。はい、
地上波のテレビ番組に興味がなくなってきました、うん、はい、バラエティ番組では大笑いできるむちゃくちゃなコーナーなどがなくなり、うん、堂々とコンプライアンスコンプライアンスと叫ばれつまらん時代になったなぁとがっかりしています、うん、ほんまときました。その通り、その通り、もう見ないね、アッキーも見ないよね。そう、地上波もうネトフリ入ったらやっぱりネトフリね、いろんなドラマあるやん、サブスクな、うん、忙しいわあれ。あ、ほんま、今何気ハマってんの、うん、今とりあえずみんなに追いつくために、うん、韓国ドラマおすすめ の、うん、見てる見てる。じゃあもうあの、うん、イテオンクラスとか見た？あ、まだ見てないな、ま、どれ見てんの？愛の不時着か、まだまだあれ、まだないな。そうや、もうなかなかやっぱりな、家族4人争奪戦やで誰か見てたら自分が見られへんっていう、なんか私の中の、うん、頭の中の消しゴムとか、あ、まだそれもたどり着いてへん。何見てんのや、じゃあ。もうなんかな、ホラーのやつ、スイートルームかなんか、うんうん、それがおもろいって言うて、うん、あ、そうなあ、まあ、いろいろ ね、楽しいのね、うん、楽しいよね。ちょっとそれになすびママさんからもね、うん、コメント来てまして、本当にそうですねって、うん、YouTube や他の監視に自分時間を注いでしまって、うん、これからどんな時代になるのかなという、あら泣いてるやん、返信来てます泣いてるやん、うんうん、コロナがあってなんか生活形態変わったもんな。せやな、だからだんだんとまたそのテレビの中でもタレントとかが減らされて、うん、そう、スタジオがソーシャルで減らされて、そう、ほんならまたやることも、うん、ほら、うん、なんちゅうの、どっかから引っ張ってきた YouTube の動画とかしょうがないやん、私ら見れるやん、そんな外国の動画とか見る見る、なんか面白い動画とかね、質が下がってんな、あれでな、またそうやな、うん、そうやね、もうおもんないね、ロケも行かれへんし、そうやね、結局、うん、どっかから引っ張ってきてんな、あれ、そうや、ほんで結局そうやってネットフリとかもうアマゾンに行くな、もう結局でもネットフリの人もネットフリのオリジナルなんかドラマとか映画とかしてはるやん、うん、あれはみんなほら作ってはるわけやん、そうやで、あの人らは作れんのにな、うん、そうやそうや、なんで地上波ではできへんやろ、そうや、あっちの方がな、うん、人気あるもんな、うん、そうやな、まあ、夏井ママもな、国会議員になってどんな時代になるかな、なんか引っ張っててほしいな、ね、で、ありがとうございます、はい、次、宮川小川さんからです、はい、最近興味がなくなってきたこと、それは推しです、はい、あ、ね、推し活の推しですね、で以前は大好きな推しさんがいて、うん、テレビにネットに CD にと、うん、3度の飯より推し祭りな日々の私でした、今はその熱も冷めて、うん、たまに見かけると、うん、あら推しさんだわ程度になりました。 あの当時の私はどこに行ったのやら、どうしはったんやろ、うん、あ、これ続いてるやん、ね、ストーリーが、わかるわかる、私もこれわかるもんな、うん、なんか3ヶ月に1回私も推し変わるからさ、うんうん、そうやな、クッキーなんか推しのローテーションが早すぎやね、な、推し、うん、なんね、推し芸人な、うん、あっきーに今推してるのこの人やで言ってたらな、うん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 、またいつの間にか次の言ってるからな、そう、まあまあまあ押してたらもう3ヶ月後解散したりとかあるもんね、1年後解散したりとか、そうやね、一緒にいっぱい写真撮った芸人今じゃもう解散してるやんこいつらって、みんなほらみんなバラバラ、いやいやいや、でもすごい若者のね芸人発掘のクッキーすごい開けてる、いやだからね、宮川おばあさん、うん、誰をしてたんだろうなって気になったりして、ね、うん、で今ね何、うん、なんか次の推しは見つかりましたかっていう、うん、うん、あのあれに ね、あのモテラがちょっとね、すごい可愛い写真送ってきてくれました、この子可愛いな、これプーちゃんかな、プーちゃんかな、すっごいでもそっけなみがツヤツヤしてね、してるしてる、もう宮川小川さんが舐めてんのちゃう、毎朝ほんま綺麗に毛づくろいして、だってプードルやろ、だってアキンチもプードルこんなツヤツヤしてないやろ、うん、もしゃもしゃやあれと思って同じ毛色やんなそや、なんでやろ、めっちゃ光ってるよな毛が、そうやね、そうやね、どういうことどういうこと、おかしいわ絶対なんかいいトリミングシャンプーとか行ったりとか、そうやな、やっぱり宮川小川さんが綺麗にベロベロベロって、毎日ブラッシングせなあかんもんな、見習ったらお前な、ええ子やなうちの犬はもう誰にでも吠えてねえ、でも可愛いね、いいこうやって言ってたらねえ、動物癒してくれるもんな、うん、ねえ、ほんまに疲れてももうなんか10年ぶりの再会でもう、うん、うえって来よるから、うん、お前朝別れたやろってそんな8時間しか経ってへんのにもう帰りなさいみたいなね迎え入れてくれんねや、いいな、でもな、うん、猫は全然ないない、なんか出てこうへんから、あ、そうか、いつもの定時でまだ寝てはるわって、ああ、ほんでお尻におぎに行くねんね帰ってきた帰ってきたねって言って
最近でもやっぱり寒いんからして、うんうんうん、膝の上乗ってくるようになった。それでエアコンつけてへんかったら室温10度ぐらいちゃう。で猫なあ毛皮だけやもんな。そうだそうや。夏は暑いし、ね、猫も思ってるやろな、ここの家。そうそうそう、他の猫どうしてんのよ。サバイバルや家ですっげえ、もう野良猫並みのね、うん、強さ持ってるねえ。惜しいね、うん、でも、うん、でもこのワンちゃんおったらもう、うん、ねえ、宮川おばさんも忙しいやろな、世話すんの。もつよつやの。なあ、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次、日高の丸太郎さんからです。はい、溶けたか。最近興味が薄れてきたのはお金。あら、貧乏ライフがすっかり板についたので、うん、ご飯が食べれたらそれで十分と思う今日この頃です。おお、毎週ロトセブンは購入してますけどね、うん、あ、いいいい、ロトセブンぐらいやったらね、何千円単位かな。へえ、貧乏に、すごいな。なるほど、もうほんまちょっとの自分の食べれるお金、うん、暮らせるお金があればいいのかな。じゃあ宮沢賢治や、なんかあったな。毎日少しのコメントなんか。確かにそうやな、ほんまやな。だからほんまにお金持ちでも言うたらな、うん、使うとこなんてそうやでないもんな、ほんまに。そうやね、みんなな、なんか贅沢してもそれが嬉しいから言ったらそんなに嬉しないやろ。高いな、カニ食べたからめっちゃ嬉しかったってないもんな。まあな、結局せやな。ようほら M なんかほら、お金、うん、芸人さんでもさ、うん、賞金で何しますかとか言っても、まあ、とりあえず借金返すとか、借金あいつらちょっと余裕があったらなんか車買うとかさ、うん、言われるけど、やっぱり車か、うん、もう腕時計とか、そうやな、服ぐらいやろ、男の人なんて特に。そうやな、カバンとかやな。女の人だったらまださっき金属あるけど、男の人ほんま、うん、金かけたらやっぱり車か腕時計やろ。そうやなと思うねんけど、であとカーナビか。カーナビカーナビ貧乏でもいんねん、これいいの、道迷うからいんねん、絶対いんねん。カーナビ10年に1回は買い替えなあかんもんな。ちゃんと迷わんと帰ってくれたで、このおかげで正月。あ、ほんま、あ、よかったな、カーナビのおかげでな、迷わんといけたわ、うん、ほんま、やっぱりお金かけるもんやな、カーナビに。いるいる。ちょっとでも車間距離は短いけどな。あれなあ、どうしたらいいんやろ。重曹の人はみんなそうやからな。そうやね、そうやね、車間距離は詰める。あ、でもうちの車ピピピってなんねん、うん、あの車間距離で。あ、そうな、そう、詰めたりなんか物が近寄ってきたら。あ、それいいな。車買い替えなあかんけどな、コキンつけてや、なんか電化マニアつけてや。ちょっとほな相談してみるわ。おろなんてな。ね、うん、まあやね、丸太郎さんのこのね、この気持ちが多分お金どんどん貯まるあれやわ、素質になってるんやわ。なるほどな。あ、そうやな、ご飯食べれたら十分やわ。お前な、ね、たまにな、贅沢で箱太郎行くね、うん、箱太郎な、箱太郎の、うん、そこの回転寿司美味しかった。あれな、美味しかった。あれもうあれはな、恐ろしいぐらいネタが美味しい。うん、違うな、だってもう道民が絶賛してな、うん、お墨付きのとこやったからさ。そうや、ほんまに美味しかったです。あ、そうや、箱太郎行ったらね、まあ、幸せなれるわね。ね、ありがとうございます、はい、で次カピトーさんからです、はい、こんばんは。関西が雪が積もったようですね、はい、大丈夫でしたでしょうか、はい、さて、うん、だんだん興味がなくなってきたこと、うん、食べ放題や大盛りです、若い頃は探してお店に行ってましたが、うん、60歳超えるとさすがに興味がなくなり、うん、今は量より質を基準に美味しいお店を探しております、うん、絶対正解やわ、うん、食べ放題言うと、もうほんま昔の、うん、なんかあの英雄のところを思い出して食べるけど、絶対食べられへんな、そんなに。無理やな、無理無理。もうバイキングもきついな、きつい。もうそれやったら座ってゆっくりなんか提供してくれるとこ。そうやな、運んできてほしい、まず絶対それやな。そうやね、もうまた取りに行かなあかんっていう、なんかね、めんどくささと、めんどくさい、うん、しんどいしんどい、いらんな、いらん。でまたさ、見たら、うん、バイキングで並んでるやん、うん、なんかこう貧乏者やから、一つずつ一口ずつ食べようって思うやん。なる、あれがあかんねんな。なほんでお皿になんか汁物同士がもうぐちょぐちょなって。そうやね、そうやね、仲良しおるからな、そうやそうや、そうや、味がない、ヘッチャクでもないからな。そうや、そうや、一皿に一つやな、あれ。お前乗せるべきよ。そうや、ほんなテーブルがいっぱいになって置かれへんようなんで、ね、うん、テーブルがあるけどな。
あれもせわしいな。そうやね。だいたい何人かで行くやん。うん、行く。一緒にスタートせえへんやん、食べ始めるの。そう、もうなんか次の人取ってくるわって。そうやね、おらへんからさ。そう、会話できへん。ならへんならへん、無理無理無理。そうやん、うん。確かに良い質ですね。なんか、ね、もう最近何食べた、おいしいもん。おいしいもんな。うん、おいしいもんね。一回ね、スーパーでアワビ売ってて、うんうんうん、娘あれやか一回食べさせたら思って帰ってきたから。うんうんうん、ほんならアワビ美味しい。どうやって食べんのあれ。生で買ってんねんな。そうだ、生アワビをガッと塩かけて締めて、うんうん、であの身だけ取り出して、うん、で細かく切ってその殻をお皿の代わりにして、うんうん、バターと塩コショウを振って、うん、オーブンで焼くね、うん、ほんならめちゃめちゃ美味しかった。あ、ちょっと火は通さなあかんの。あ、そうそうそう、通して通した、怖いから。あ、うん、へえ、どんな食感って。ちょっとコリコリしてる貝。あ、貝のめっちゃうまい味は出るわ。ほんでバターともうコラボレーションで、すごいな。家でそんな食べたことないわ。そやろ、一回ちょっと作ったるわ、うんうんうん、言うて家族3人楽しめたわ。一人食べられへんかって。一人食べられへんかって。家族3人言うて。あ、一人別れはった。いや、当たらへんかった。美味しすぎて。いやでもそんな普通にスーパーで売ってる時代やねんな。あの、あそこ何やったっけ、ライフじゃなくて、業務スーパー、お魚の万代、万代で、万代スーパーで、うん、なんかみんな袋に入れてたから、ナイロンで自分でパッと取って、うん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 、一回やってみようと思って。すげえすげえ、うん、今度また料理するわ。うんうん、うん、気向いたら、多分ないわ。ないな。確かにな、わかるわかる。私もこの間あのパエリア食べさせてもらって。あ、ええやん、スペイン料理やで、あれ。そうやな、私なイタリアンかと思って入ったら、うん、パエリア出てきて、でムール貝とかいっぱい乗ってるやろ、貝が、なんかエビとかな、うん、で何屋さんやんと思ったら、よう見たらスペインやって。待て待て、もうパエリアあれ言うてから3、40分かかるやろ。かかんねん、あれ絶対予約して頼まなあかんやつやね、あれ、うん、でもなそこはな、もうほんま、うん、パエリアがすごいやっぱメインみたいで、あ、ちょっと一人、まあ多いんかな思ったら、うん、まあ一人サイズやったら薄っぺらい鍋に。ほんなら一人ずつのよ、あれやね、うん、オーダー通ってから焼いてくれるやつやん。やっぱりさ、私はだからなんでかパエリアやめて、うん、ハンバーグにしてんけど。なんでやねん、スペイン料理屋で。そうやねん、パッとないな思ってたら。パエリアしかなくて。ハンバーグどこでも食べれんで。そうやねんけどな、なんかその時パエリアいらんかって、うん、私はじゃあハンバーグにするわ言って。なんでやねん、ハンバーグ先切って。あ、パエリア遅いねや。なんか変やろ。その人ほんでハンバーグ目な、目の中入ってるから早食べたいや。もうなんか食べるに食べられへんやろ、一人待たして。食べた食べた、息子やから食べたけど。そうか、息子やったらいいな。あ、今丸太郎さんが訂正で、カンタロウ、箱太郎と書いてカンタロウって人やって。すいません、すいません、それ函館の箱やからね。そうそうそう、カンタロウやって。あ、カンタロウって読むのあれ、うん、やっぱり道民に聞いてみたら分からへんな。そっかいな、箱太郎じゃありますし、カンタロウです。ずっと箱太郎って呼んでた。それはな、函館の漢字使われたら箱って思うよな。さすがやね、聞いてくれたはんね。そうなんや、いや、ありがとうございます。溶けてきた、溶けてきた。溶けてきた。マイナス10度のとこからね、スマホ手になってきた、ね、すごいな、繋がってるで、繋がってるで、北海道と。ほんまやね、いや大丈夫ですか、もうね、道路とかね、うん、そうやね、北海道の道路ってやっぱり寒さに強いような仕組みになってるのかな。下なんか溶けるようには絶対してる、してるな、るよな、うん、道路な、してるわ、してるわ。除雪もほら早めにみんな朝からしてやってはんのか な、 なもう24日の晩そのニュースばっかりやろ。やった、不要不急の自なあ言うて、自粛してください、言うけど、待ったらもう会社全部ね休みにシーロや。そうやね、シーロやな。ちょっと気弱なってんな、シーロやで。それってよ、もう、うん、学校も生活もみんな休ませてくれたらいいね。そうやね、ほんだら私ら商店も休みに、うん、そうやできるやん、国の命令ですって言えるやん。そう、そうそう、みんな休んでくださいと。そうや、ほんなら危険じゃないしな。そうやで、結局だからみんな休み、うん、学校とか会社休み出したら家におるから、うん、その人だから注文来るやん。そうやなあかんやん。そうや、結局そうなんねんな。だからもうほんま休ませてほしいな、そういう時は。もう
怪我するから、はい、はい、ありがとうございます。次なすびママからです。はい、ナビがなかった頃、うん、道を覚えるのに必死でしたが、うん、最近覚えようとする気持ちが薄れナビ頼みです、うん、お料理の本もよく切り抜きもしていたのに、うん、冷蔵庫を見てクックパッド頼み、うん、学習意欲が薄れてきているのが心配です。そんなことない、ナビ見れるだけ偉いわ。私ナビ見ひん、もう噛んでだいたい茎次どこら辺でもなかったねって言ってだいたいわかるクッキー頼みやからナビ見んとなんとなくわかるもんな、なんとなく、なんとなくあっちの方角よとか言いながらな、行くもんな。帝国ホテル見えてるからこっちが南側やとか、なんとなくな、走ったらな、行ける行ける、うん、昔の人はなんとなくでね。そうそうそう、うん、行けいいやいいやん、読めるっていうのがすごいやんな、うん、そうやん。ナビ見ながらでも迷う人もおんねんで。そうやそうや、ナビ目の当たりにしてるよな、クッキーそうやろ、アッキーもそうやったやろ、うん、あ、そうそうそう、何回かな、うん、いろんな道くるくるしてたけどな、うん、いいで、お料理の本もな、うん、そう、クックパッドはほんまこれええよな、ええの出てきたよ な材料打ち込んだだけでな、いろんななんか料理が出てくるもん、うん、もうテレビ見ながらさ、材料をさ、グーってメモに書く、うん、書いてた時代、もう書かれへんだもんさ、最後の方最近書いてたやん、クッキーなんかで書いてたけど紙すっきゃもんな。そうそう、 ID を覚えられへんから全部紙に書いてる。やな、結局だからこの前も、うん、なぜかこれね、告白すると、うん、何や告白怖いわ、 Amazon プライム、うん、な入ってて、うん、入ってんねんけど、うん、まあ1個やん、1個やから次500円落ちたらええねんけど、うんうん、なぜか2つ落ちててん。なんでや。だから1000円私払ってんねん。誰かもう1個 ID 登録してるわ、うん、ほんなら絶対そうなんやけど、しかも見てないのに、私もう Amazon、うん、1年ぐらい見てないねん、うん、あ、もう解約しようってずっと思ってて、まあ今に来てんけど、うんうん、はっと見たら何や1年ぐらい1000円落としてて、うわー、倍払ってるやん。ほんでネットフレックス今入ってるから、うん、プラス1000円ぐらいやろそうそうそう、そこ 3つかけて業者みたいや。アマゾン、なんでアマゾンプライム今回も最近気づいてん、うわやばいな、うん、あれちょっとやばいな、うん、ほんまなんかほんまやな、自分では意図的にはしてないねんけど、うん、なんかそうなってもうてんな。そうやほんまや、絶対なんかの、ね、毎月払ってる、気をつけてください、毎月年払いにしたら違うんだけど、毎月落ちててんもうダメなんかね、もう今大変ですわ、うん、もうほんまやな、ね、もうなんか一回登録したやつでどっか控えとか言うけど分からんやなんで、そやろ、うん、控えてんのにそれがまた分からへんくなるしな、あれなんでやろ、なんかのキャンペーンでそのまま登録したままとか、なんかアカウントだからもう一つあるんやな、あるあるある、絶対、うん、それやったら一回解約してもう全部、うん、まあもう解約 ね、うん、でも Amazon も面白いのあんで、まあ最近見てないねんな、うん、あ、そうか、もうネットフリで忙しいな、うん、ほんまに、あの、うん、でもこうやってなクックパート見ながらやけど、やっぱりでも料理ってやっぱり絶対主婦っているやん、いる、作らなあかんやん、うんうん、で最近な、うん、あのそのネットフリの舞妓さんちのまかないさんみたいな、うん、知ってるあれを見てん、うん、知ってるの、舞妓さんの、うん、あれ見てたらまたな、ほら、うん、ちょっとそうや、まかないやろ、出すねんな、うんうん、作らなっていう意欲、うん、料理作ろうって思うなそうか、そうやな、なんか人数減ったら作らへんやろ料理って、うん、そうそうそう、そんなに減らへんし、そうやね、でその後続きで、うん、こんなんどうですかって出てくるのおすすめ、出てくる、うん、あなたのおすすめはって出てくる、昨日何食べたってやつ出てきてん、知ってる西島さんのやつ知ってる、めっちゃ上手やねん、そのしかも和食とか多くって、一汁三菜ちゃんと作らはんねんや、汁物からさ、あ、見てんねんや、あれ全部見た、もうワンシリーズ見た、全部見た、早いな、どんだけ一晩かかった、そらかかるわもうそれに徹せな、もうあれやろ、用事できへんやろ、もうずっと見た、そやろ、しんどいなあれも、ちょっと飛ばしながらな、ああ、料理のとこだけでよかったから、あ、もう最初のところな同じのビビッと飛ばしたらね、分かるからさ、分かる分かる、うん、料理のとこだけ見ようと思って、ほんま良かったよ、でもあれ見たらちょっとほんま作ろうって、うん、ナッパのおひたしも作ろうとか思うねん、あ、そうで、ちゃんとレシピ言うてくれはんねんや、あー、そう、ソースも家にある材料で
マヨネーズとか入れたらもうみりんをちょっと混ぜてみたいなとこがあるから、あ、そうやってできるわってなるで、うん、ほんまな、うん、料理なもう邪魔くさいな私も。面白い、なんかあのこういうドラマ見ると感化受けるから、そやな、マリコさんのまかないあれはいいよな、うん、よかったあれ、そうか、 やっぱなあ、夏井ママもね、何が一番おすすめか教えてほしいな。本当です ね、 ねでちょっとね、私ちょっとインスタ探すね、インスタからもなんか来てたからね、あ、ほんまに、あの、うん、あら、コメントコメントもらってるんでちょっと探します。誰やろ誰やろ、誰だかな、あ、なんか、はい、今、あ、そうです、これはね、うん、誰だ、直子さんです。お名前は直子さんから、はいはい、ね、スイーツの食べ歩き、体がついていかなくなった気がしますみんな食べもんやな、そうだね、今日は結果、うん、都市には勝てんわ、笑い泣き、うん、あ、そうか、都市に勝てへんな、そらもう直子さん、直子さん ね、 そらね、あれやん、今日は直子さん、直子さんの何何バースデーです。私直子さんとフェイスブックつながってて、うん、その直子さんで間違いなかったら、うん、今日50歳のお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。はい、しきちゃん歌って歌って。ハッピーハッピー。ハッピー。私が家で来てるのは反転。おめでとうございます。50歳。やったー。近づいたね私たち。お前ね。コメントもありがとうございます。いやいいね、1月25日じゃないなんや、キムタクの次の日や、そこにエンターテイナーは1月に生まれんな宝塚の娘ちゃんやから。なるほどなるほど、すごい持ってるな直子ちゃん、ね、ちょっと今ねなんか引っ越しで忙しいみたいからね、うん、また落ち着いたらちょっとね、うん、相棒でねご飯みんなで食べましょう。あ、いいな、ね、引っ越しパーティーで、パーティー、すごいな、もう引っ越しするの疲れるわ、しんどいと思うね、しんどい、うん、うん、火災道具今のまた新しいとこに運ぶっていう、もう気力がないわ。絶対でもさ、うん、同じように行かへんからなんか勝負もせなあかんやろ。そうやね、そういう考えのも大変やん、しんどい、ほんでまた新しい家でそれ広げてまた置かなあかんねんで、うん、ほんましんどいな、確かに、うん、だって私ら言ったらもうずっとしてないもんな引っ越し。そうやん、重曹に前降りてもう二十何年も経つやんしてないからね、とんとん久しぶりやわ、そうやん、だってまだ重曹に来た時にまだ2人やったやん、うん、結婚したてやから、それが3人なり4人なりしてもう物が増えて、動物がおったら動物関連も増えて増えるし、あ、物ばっかりもほんまやな、処分大変やな、大変大変、もう引っ越しはな、もうほんまどないなんねやろな、私でもしするとしたら、そうやな、私でも嫁にん時はもうほんま、うん、自分らの車と親戚の車で来ただけやわ。引っ越し業者は何も持っていかへんだから。正解ですね。自分のもんだけ車で行った。正解やわ。もう家具大変やわ。やろ、うん、もうなあ、一戸建てに家具運ぼう思ったら大阪市内ベランダから入れなあかんや。クレーンで近所の人が何事やねんっていうような、もちばらまいたん、うん、最後もち名古屋や、それそうや、そんなしたらもう大阪市民の人いっぱいと来るやんええやんええやん、もう円光さんがさトラックで来るやんあんたここに運べや運べやって言ってだったいや、なんで円光さんだけにそんな持ちやらなあかんね円光さん今日も頑張ってましたわ、太田寒いの自転車乗って、あ、そう、なんか円光さんに会ったらなんか幸せになるとかなんか都市伝説ばらまいといたらほんならみんな円光さん探し出すんだ円光さんリスナーさん、円光さんなんやねんって知らんやんな、円光さん知らんけどね、うん、でもヨドちゃんは知ってるよね、ヨドちゃん、ヨドちゃんかわいそうやったな、リアのヨドちゃんね、ヨド川に舞い降りたんじゃないけどね、迷ったヨドちゃん、ね、それ終わったと思ったら今度はあの品川かやったっけ、うん、どこやったっけ、横浜か、どこやったっけ、横浜か、横浜になんかオットセイか、あ、オットさん、なんかオットさんちゃんはオットセイ降りたりしてんな、したした、東京はもう東京湾やな、東京湾のあれ、あ、なんかおったやろ、うんうん、そうそう
知らんけど出ました。大体みんな知らんけどやね。適当でした。そうやね、もうね、ヨドちゃんも海の下に潜ってしまいました。もう、でもさ、もうこんだけ寒かったらさ、うん、家でラジオ聞くのが一番よ。いい、今日なんか特にいい。モテラの時間みんな聞いてる？モテラほんまや、ほんまや、ほんまや。もう私らめちゃめちゃ元気やもんな。ね、私でもね、うん、あの、あれ読んだ、この何寒い時にココア、木曜日にはココアを、あのビブリオ書店のさんの読んだか、アッキー全部読んだ、ほっこりした。あ、読んだ、うん、あれ短編集ですごい読みやすい。読みやすかったな、うん、一つ一つ話違うんかな、ちゃんと付箋でちゃんと回収されてたから、よかった。せやな、で一つの喫茶店がね、舞台で、うん、全部やっぱりちゃんと色もついてたな、うん、そう、あれは良かった、ほんまに。 あれなあ、ほんま、ね、ここは飲んだもん、またすぐ感化されんな、食べ物。そうやね、西島さんのもん見たらなんかおひたし作るなあかんて。そうやね、おひたし、おいし、おいしそうやって。あれでも家でおひたし作ったら自分の味やからいいで、自分好みに味付けれる。せや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 、めんどくさいねんけどな。まあなあ、もうほんまに、ここは呼んで、うん、ほんで、うん、ちょっと最近あの重曹にあるちょっとちっちゃい映画館も、うん、行かしてもらってん。あ、すごい近所にね、あるんですよ、ミニシアターみたいな。有名なとこやね、重曹では。そう、重曹芸術劇場で、うんうん、シアターセブンっていうところがあって、うんうん、まあ、本当なんかマニアックっていうのか、あんまり大きなところでは映像を、しないやつを、うん、まあ、してくれはんねんけど、うんうん、そこで見に行ったらね、うん、もうロイさんが最後トークショー出てはった。ロイさんもだって言うたら淀川で活動してはるから。そうやね、なんかロイちゃん宣伝してた、うん、ラジオで。なんかね、本当、あの LGBTQ の主役の人の、あのお話映画やってん、うん、なかなかそういうの機会普通で生活してたら分からへんや。ないない、逆にもし当事者やったら隠してはるやん。せやねん、ね、きっとそれ、うん、だから。せやな、もっと住みやすい、もっと浸透せなあかんねんけどな。そういうな、だいぶそのなんか名称自体はまあ私らも知るようになってるけど、うん、してる、してる、うん、ほんま友達におるかとか身近におるか言ったら知らんし。そうやね、出会わへんや。そうやね、でもやっぱりな、なんか当事者って、あ、こんなんなんやとか。あ、トークショーであの、うん、映画も、映画で30分の映画やってんけど、 あこういう感じなんやとか、あ、そういう感情が、あ、その当事者の感情が出てんね、うん、そう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 。ほんで最後にやっぱりそのトークショーで監督もいろいろ見聞きして知った現実を教えてくれたりな、うん、あ、うん、やっぱり隠さなあかん、そのやっぱりカミングアウトをするに社会がなできない、あ、うん、親にもできない、親もやっぱりそのショックやわ、ショックやし受け入れられへんわけや、うん、息子娘が、そうや、違う性別やっていうこと、でやっぱり親的にはもうそろそろなんか、うん、結婚して子供を見せてよってやっぱり何気なしに言わはるやん、うん、そうやな、私らのな親世代そうなる、うん、だからそれがまた苦痛っていうのがいい、プレッシャーや、苦しいねんって、な、無理やねんって感じの、ね、なんとか障害っていう病名になるやろ、そうや、性同一性障害っていうのもあったりで、その辺も絡めながら、勉強してきたやん、いつも笑いばっかりしてんの、そうやな、そうやね、なんか暇あったら腹立つわ腹立つわ言うてるのか、そんなことないすげえ心きれいになってきて、寒さもたまにはクッキーに役立てることをしてくれたやん。そうやな、ビブリオの本多分クッキーこんな話あんまり、なんか人殺すのが好きな、そうやな、なあ、普段あんまり読まへんねんけど な、 なでもあれもそれ読んでさ、うん、やっぱりあの昔やっぱ奈良でさ、うん、あのああいうこうおしゃれなあのカフェとかでさ、うん、お茶飲みながらな、うん、ゆっくりこうその辺に歩く人を 見てさ、うん、そうそうそう、やった時思い出してん、なあ、そうやね、昔でそうやもんな、時間潰してそれしかなかったもん、ないない、奈良にそんなおしゃれなカフェない、ないやん、なんかさもうボロボロの机でおばあちゃんがな片手までないない、喫茶店しかない、そうや、ナポリタン言うても濃い濃いケチャップいっぱいつけた味付けでそう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 、あれがでも逆に美味しいねんけどな、もう大阪来てやっとおしゃれなカフェ入ったもん、あ、そうか、いっぱいあるや今でも、なんか第一ビル、大阪第一ビルの地下にいっぱい、うん、スナックちゃうわ、うん、喫茶店があるとこ、うん、若い子が行列作って行ってんねん、ああいう昔ながらの、ああ純喫茶を、純喫茶を、そう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 、レトロや思ってやんの、そうそう、なんかもうボロボロのソファーとか、うんうんうん、なんか銀色のプレートのオムライスとか、はいはいはい、うん、それをインスタに上げて、逆にいいんや、
そう、なるほどな。歩いて帰ったら並んでんねやんか、ボロボロの喫茶店、若い子らが楽しそうに喋って、イケてるカップルやねん。ほんまに美男美女で、腹立つわ思いながら。絶対そんな男子さ、行きたいと思って行ってないで、うん、女子が行きたいな、連れ入って行くんやろ。そうそうそう、なんか女子がバー喋ってるけど、男子ほとんど声発せへんねんな。すごいな、すごいな、今どんな男な、女は9割やな、喋ってんの、ああいうカップル見てもな、だってどこ行きたいとか言うてさ、うん、あんま言わへんやろ、旦那も言わへんな、なあ、どこ行こう、休みの日じゃあ子供連れてどこ行きたい言うて、行きたいとこ言うた、言わへんな、テレビはこんなんな、やってんでって言うて、うちも一回あのなんかもう日曜日着くの邪魔くさいから、うん、花丸うどん連れて行って、うん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 、ほんなら花丸うどんって小と中と大とあんねん、うん、頼むのに、でまあ中やったらまあ食べれるわ、小やったら半玉やったらイエーなー思ったら、うんうんうん、すごいよ、もう企業努力で中やったら二玉入れてくれてんねん、うん、めっちゃ多いで二玉結構なお腹いっぱいになるわ、そうやそうや、この前ねしきちゃんのライブの帰りに二玉食べたけどさ、クッキー食べたな、多かった、やっぱりすごかったな、うん、そこも、うんうん、あそう、うん、二玉でもお得やな、でも値段し、そうやね、中やから二玉で270円やって、安いやん、そうやね、あそう、ほんまな、ほんでなんか天かすとか無料な、ネギとか無料な、天かす取り放題やん、ネギも無料みたいな、そう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 、ほんなもう七味もかけ放題やん、酢うどんでいいやん、もう酢うどんでもう楽しめるわもう、スープもタダでくれたらなと思って、あ美味しいよな、まあ、うどんのスープな、うどん屋さんのうどんって美味しいね、美味しい、スープも飲み干せる、飲み干せるスうどん屋っていいな、スープはね、時々なんか辛いとこあんねん、あるある、あれとか無理あかん、なんかあちょっとあかんなと思う、やっぱりもうカツオ風味のね、うん、もう薄いスープ美味しい、あそう、あやっぱ安いとこな、喜んで食べる安いとこねおかんも嬉しい、嬉しい、子供も喜ぶ、嬉しい嬉しい、天かす取り放題やで、汁なくなるまで天かすかけれるからね天かすうまいよな、うまい、で家帰って胸焼けすんでそうやねん、そうやねん、なぜなほんまお茶で流さなあかんなって、わかる、なんか家で天ぷらあげててもさ、うん、そのメインの天ぷらじゃなくてちょっと、あ浮いたやつやろ、小麦粉とかさ、余った小麦粉あげたやつ、あれがまたね、あれ美味しいな、美味しいねんな、美味しい美味しいね、あ待って胸焼けすんだけど、ほんま胸焼けすることばっかりしてんねんなそれね、もうやっぱりなんだいいも弱ってきてるしねでももう今度テーマ全部言いましたね、なんかなんか日高丸太郎さんはまた、はい、あの教えてくれはりましたはい、あのゆどちゃんの、うん、ね、あの東京版のやったっけって、東京版のやつはトドですって、あトドやった、トドちゃんやったかな、そうか、トドトドって名前、トドな、オットセイじゃなくてトド、トドちゃんやった、あれトド、なんか名前つけてはったよねあれね、うん、あそこでトドの大群が、いや一匹やで、あそう、あれイルカの大群とか言ったの、トドイルカ、あそうなん、100頭ぐらいあんねんて、トドが今来てんねや、へえ、あ最後さ、トドに次いで最後イルカが来てるから、なんかわーすげえ、地球がおかしなってるな、ちょなんかな、あれやな、水温がなんか上がってきてんのかな、うん、そうやな、上にイカの食べ物なくなってるとか、で、あの宮川小川さんの補足なんですけれども、はい、あのプードルは、うん、ダックスとミックスちゃんです、プードルとダックスのミックスちゃんのこと、ダックスフンドの毛がツヤツヤしてんねや、なるほど、で毎日舐め回してますよ、あほんまやっぱりね、やっぱりもう分かります、もうなんか舐めたくなるの分かって、舐めたくなんねんけどね、もうギューってね、もう顔なすりつけたらブーンブーンって怒られるから犬は正直やね、ほんまにだからか、ダックスフンドのだからツヤツヤない、あすごいな、だからちょっとな、近地の、うん、うちのとこはな、あれとちゃうんやな、またなそうや、毛並みがうちはもうなんかテンパーで、うん、まあ、すっごい混んで、全部読みましたか ね、まだね、取りこぼしやったら、うん、そうやね、なおこちゃんもね、ほんま無事50歳になって、うん、これからね、もう折り返してんやん、うん、50歳いった人生、何回50歳言うねんって向こうで突っ込んでるかな、なおこちゃん長いこと持てへんからまたね、まあ、ラジオにも遊びに来てくれたらね、いやほんとね、それで言うたらね、うん、あのなおこさんがすっごい今ね、うん、推してる
落語家さんがいてるんですよ。へえ、うんうん、その方を、うん、もうぜひぜひモテラの時間に出してくださいって今頼まれてるから、うん、あまた次回の放送のうち、ねうんうん、来てくださるかもよ。いや落語家さんよ。天下のもう主すっごい有名な名前。ほんなら菅半年今度5月に襲名者春襲名前に呼んどこうや。なめとく。そうや襲名披露前に呼んどいて、ね、ほんで YouTube に出ていただけるんやったら顔もお出しして、すっごいなんかね、でしかも料理がうまいと。男性うわー楽しみや。アッキーのキッチンで料理してくれるかもしれんで、うん、あの細長いキッチンでいいかしら。いや長でもとんがっててもなんでいけるいけるネパール人が動き動線が動きにくいキッチンらしくてそんなこと言ってきた。包丁は切れへんしまな板はまあまあ汚いし。お前ネパール人に突っ込まれたもんな。なんでこれもう一回洗うよって鍋洗ってから調理されんねん。あそう汚れてたってここついてるよって言って。そう汚いのバレた。そうカレー回しする前にフライパンも油ついてるよって油ついたったんや。やっぱりなお客さんに提供するのにやっぱり、うん、よかったプロの主婦をってよかったわ。よかったよかった。もう今年もね、そうなんですよ、いろんなゲスト呼んでいこう。ほんまラジオに、うん、でもまたね今日の、うん、この前、マルシェで知り合ったの手まり作家さんも手まり作家さん今日ちょっとねまた米屋さんに来てくれはってね。へえ。すっごい手まり手まり手まりこんなあの、ま、あ丸にほらなんか手まりあー決まりやなんかで手まりあなんか飾ったやろ。あ床の間とか飾る玉やな。そう、あれを作ってはる お兄さんめっちゃイケメンのな。あそうお兄さんがそれ作ってはんのよ。あほんなら一回どういうなん仕事してるか。しかも淀川区内に住んではる。あらほんなんやったら来れるやん。すぐ来れるじゃない、ね、またちょっと今年もね、ねどんどんいろんな方遊びに来てください、うん、そうもうおもてらを増やすのとゲストをいっぱい呼ぶのとリスナーいっぱい作って作って夏井ママのリスナー数に追いつこう。お前 ねちょっとあやかって、はい、今年も頑張っていきましょう、はい、で次回は2月もう2月の8日放送日が、うんはい、そうだからそれまでにまたね面白いコメントをねもらえるような、ねはい、テーマ考えます。はい、はい、では、はい、今日お送りしたのはモテラのクッキーとアキンとモテラの時間でした。はい面白い帽子映ってるんでぜひ YouTube でもご覧ください。スウィービーナモテラの時間。